コーデックス・ボルジア・コーデックス・テレアーのレーメンシスに描かれているチャルチウトトリン。チャルチウトトリンはアステカ神話における病気と薬病の神。その名は宝石の七面鳥を意味する。テスカトリポカと同一視される。チャルチウトトリンは強力な魔術の象徴。テスカトリポカは人間を自己破壊に誘惑することができ、彼が七面鳥の形を取るとき、彼は 汚染を浄化し、罪悪感を取り除き、彼らの運命を克服することもできうる。となるポアリでは、チャルチウトトリンが、テックパートルと、トレセニア1エイティルを支配している。過去13日間は、ショロトルによって支配されている。チャルチウトトリンは特に邪悪な側面を持っている。通例緑の羽で示されているにもかかわらず、黒、白のメデュカガン示してスカトリポカ。 ミクトランテクウトリ、およびショロトルほとんどのコーデックは、チャルチウトリンの邪悪な側面のようなワルの神々のために予約兆候で、別の描写には、彼の爪の鋭い銀がある。ナワルは斜面取りで、村を恐怖に陥れ病気をもたらす。ありがとうございます。